はい、こんにちは。体感デザイナーの山田です。本日はですね、科学的に証明されたコーディネーショントレーニングということについてちょっとお話ししていこうかなと思います。まあ、イギリスの科学誌の、ネイチャーニューロサイエンスっていう、すごくこの権威の高い科学誌があるんですけれども、それに掲載された、すごく優秀なコーディネーショントレーニングについて書かれた、論文がありましたので、今日はちょっとそれについてお話ししていこうかなと思います。あとですね、このチャンネルではスポーツのパフォーマンスの向上であったりとか、日々のお役立ち情報を日々配信しておりますので、もし気に入っていただければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。どういう研究が行われたかと言いますと、イギリスのオックスフォード大学の研究チームの研究なんですけれども、48人を対象に6週間毎日30分そのコーディネーショントレーニングをやってもらったんですね。でそうすると脳の白質っていうところに、変化が生じたっていう研究データが出たんですね。でこの白質ってじゃあ何かって言いますと、脳の細胞と細胞の間の、その神経ですね、電気信号を運ぶその神経繊維の部分なんですね。でそこの神経繊維の部分っていうのは脳のさまざまな、部分にその、つなげていくっていうかなり重要な役割を、果たしているんですね。でその重要な役割を果たしているところが、変化が生じた、要は、活性化されたっていうようなことがこの研究で分かったんですね。じゃあどういうトレーニングをしたかっていうと、ジャグリングです。はい、ジャグリングを6週間毎日30分行うと、脳のその白質っていうところが、活性化されて、変化が生じたっていう、この研究で分かったんですね。で今までその脳っていうのは、子供だったらまだ、話は別なんですけども、大人っていうのは、そのなかなかその脳をその、何でしょうね、進化させるというか、脳をその活性化させるっていうのはなかなか難しいっていうふうに言われてたんですけども、このジャグリングを行うことで少しこの変化を生じることができたっていうことが判明されたので、このジャグリングっていうのはすごく脳にいいっていうことが今回の研究で証明されたんですね。じゃあこのジャグリングって、どういう動作かっていうと、そのコーディネーションに必要なものが結構揃ってるんですね。例えば手を正確に動かすっていう能力、これかなり重要ですね。あとは動きの速い物体を掴むっていう能力、周辺視野で物を追うっていう能力っていうような、いろいろな能力が、このジャグリングっていうのには入ってるんですね。なんでこのジャグリングっていうものをしっかりと、毎日行う、もしくはもうその簡単にできるようになってくると、それだけで脳が活性化されるっていうことが分かってるので、例えばじゃあ、コーディネーショントレーニング、じゃあどういうことをやろうかなとかってね、トレーナーさんとかでしたら、結構考えると思うんですね。なんで例えば、子供、ジュニアとかですね、ジュニアを指導するとか、あとはウォーミングアップとかで、脳を活性化させたいなとかっていう場合でしたら、こういうジャグリングとかっていうのをね、ぜひ取り入れてみてもいいかなと思います。ちょっとね、難しいんですけれども、もちろんこの、何でしょうね、大人の、我々もそういうジャグリングを行うことで、脳を活性化できるっていうことが分かっているので、ジャグリングをしっかりとやってみるっていうことも、大事かなと思います。脳が活性化されるって言ったらね、結構、ボケ防止というか、お年寄りの方とかも、ジャグリングって結構難しいので、片手で、お手玉とかでも、個人的にはすごく脳が活性化される、手を正確に動かすとか、速い動きのものを掴むとか、目で追うとかっていうようなことがそこには入っているので、お手玉とかでも、いいのかなって思いますね。ただ大事なことは何かって言いますと、ジャグリングじゃないとダメっていうことは絶対にないです。はい、じゃあ何が大事かっていうと、脳を使うっていうことがやっぱりこう何よりもやっぱりこう大事になってくるんですね。例えば、クロスワードパズルとかでも、散歩とかでも、その脳を使いながらその何かをするっていうのが、実はその脳を活性化させるっていうのは一番有効に、なってきます。なんでその、スポーツ現場とかでね、結構そのウォーミングアップとかって慣れてしまったりすると、結構何も考えずにこうやってしまって、いざこう練習に入った、試合に入ったとかってなると、なんかその最
最初の動きがぼーっとするとかっていうようなことがなってしまいますので、脳を活性化させるっていう意味では、まあ、こうやってこう、まあ、ジャグリングっていうのは、まあ、すごくその簡単にその脳を動かせる、働かせることができる、まあ、メニューの一つなので、すごくまあ、スポーツ現場とかではね、用いれるのはすごくいいかなと思うのでね、今回こんな動画を撮らせていただきました。はい、本日はですね、まあ、こんな形で終わっていこうかなと思います。またね、まあ、こういう面白い、論文とかね、研究データがありましたら、またこうやってね、動画で配信していこうかなと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価の方、押して楽しみにしておいてください。本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。